はい、どうもアロドラと申します。今回はミノリアというゲームをね、プレイしていきたいと思います。このミノリア、なんでもね、スチームで爆発的な人気を誇ると言っていいのかな。うん、多分ね、結構なんか売り上げサマーセールとかいろいろセールが来た時に上位に上がってくる、あのモモドラを作ったまあ人の次のタイトルということでね、結構期待値が大きいみたいです。はい、まあモモドラね、自分も買ってはいる。うん、お安かったしね。ただまだプレイはしてない。前作となんか関連性があんのかな。まあないみたいなことをちょっと書いてたので、うん、多分独立してるんだろうなお話は。というわけで、もうとりあえず早速やっていきましょう。新しいファイル、花の絵が見えるように明るさを調節してください。このね、毎回いろいろゲームごとにあるこのね、明るさ調節、結構ガバガバなところがあるからね、ちょっと明るいぐらいにしといた方がね、見やすいかもしれない。これぐらいにしとこう。さあ始まりました。ラメジア歴1203年、禁じられた儀式によって、あーちょっと待って、その数週間後、国を統治する姫たちが異端者たちによりさらわれ捕らえられる。捨て身の覚悟で修道女たちの遠征隊が都に向かって出発した。彼女ら修道女だけで魔女の脅威に対抗できるというのが教会の考えであった。今や異端信仰に打ち勝つための唯一の望みは彼女らの信仰である。なんかね、魔女戦争をモチーフにした作品らしいですよ。まあね、中世の魔女狩りとか、ああいう感じ、陰鬱な雰囲気が漂ってるのかもしれない。魔女の死体。他の修道女たちもそう遠くにはいないはず。このまま進みましょう。姫様。早速始まるのか。シスターセミア、ここにはたくさん魔女がいます。命を懸けて魔女たちを浄化することが私たちの務め。私はまだ未熟だけど、しっかり援護します。なんかね、ドット帳かと思ったらしっかりなんか書き込まれてる感じですね。儀式はもう始まってしまった。時間がありません。姫様を探さなくては。主人公どっちだこれ。あ、こっちか。はい。回復のお香というのを持ってるが、聖ヒルドレス大聖堂。こっちは？こっちは行く道ではないのかな。なんか、木箱みたいなのを壊せますか？近接攻撃。はいはいはい。これ敵？経験値ゲットしましたよ。進む道だろうね、多分と思うんだけど、長押しでハイジャンプ。さあ、 OK。 まあ、シスターが主人公なのか。シスターっていうか、なんかちょっと魔女みたいなルックスですが、下方向キーを長押しながらジャンプキーで、まあだいたいね、どのゲームでも同じような折り方ですよね。はい、とりあえず進んでいってますよ。ジャンプジャンプ。何あれ。え、そういう、こっちには何もない。アクションスロットに装備しているお香を使う。しかしまだ HP 減っていないからな。お香を使ったところで無駄になるだけだよね。そのまま先に進んでいきましょう。B で回避攻撃。回避攻撃ではないな。回避か。なるほど。前転みたいな感じになってます。ここは安全そうです。シスターセミア。主人公の名前がシスターセミアっていうのね。少
少し休みましょう。何かあった？先にす、せかすな。休もうってせっかく言ってくれてるんだから、何かあったって聞くのも。ごめんなさい。ただ、本当のこと言うととても怖くて、こんな任務は初めてなんです。でも、あなたを信頼してないっていうわけじゃないから、誤解しないで。私たちなら大丈夫。二人の力を信じるわ。とりあえず適当なね、現地の人といきなりパートナーになったみたいな、そういう感じなのかな。インクボトルを使って現在の状況を記録し、 HP 回復とお香の補充を行える。これか。歩みを記録するね。これまでの歩みを記録しました。セーブスロットは一つ、まあ最初セーブスロット選ぶ形になってたもんな。そうか。さあ、先に進んでいきましょう。これも壊せる。よし。鍵付きがあるぞ。鍵がかかってる。鍵を探せってことだろうな。どっか鍵があるかな。これいきなり落ちて大丈夫か？大丈夫だった。何者？魔女っぽいやつがいましたよ。パリ、タイミング合わせ的にカウンター攻撃。はあ、パリ結構重要そうやな。パリ苦手なんだよな。パリって名のつくものは。パリか。頑張るけどさ。なんかさ、NPC みたいな、なんかみんな死んでんのかな、これ。背景、落ちてるよ。落ちてるじゃないか。倒れてる人たちがいますよね。声がちょっとガラガラになってきましたよ。剣が突き刺さっている。やっぱ死んでるんだ、この人たち。なんという。これ姫様？すごいカメラ寄るな。なんだ？そこまでだ、姫。さあ、観念しておとなしく独房まで。お黙りなさい。修道会の衣をまとい、この地を汚すなんて。姫様の左にいる方、すごい格好してますね。蹴られましたが。ここで宗教的な講釈を足りようっていうのかい、お姫様。あれは、修道女は全員始末したと思っていたが、まだこんなところにいたとはな。大切な姫君を救いに来たのか。その上で見るがいい、今のこの姿。お前たちの慈悲深さをもってしても、これで人間とは思えまい。彼女に十字架を突きつけて火炙りにしよう。聖なる裁きを下すがいい。楽しみに待っているぞ、神の子らよ。リセッティよ、儀式はまだ終わっていない。あの二人の相手をしてくれるか。時間稼ぎか。任せて。クククク。バニーみたいな格好してますがな。この、地女ではない。と戦うの。雪の魔女リセット。雪ならなんかスノーとかそういう名前にしとけよ。なんかちょっと、ここら辺か？おし！いけたぞ。あぶねえ。パリ狙っていきたいな。あぶねえ。敵に当たってもダメージ受けるよな、これ。あぶねえ。回復の方向を使うの、どうやったっけ？うわぁ、ちょっと待って。結構むずいぞ。ゲームオーバーなっちゃった。リトライ、歩みを記録す、ここからか。回復の方向を使うの、どのボタンだっけ？はいはい、わかったわかった。
校にも敵がいたんだ。主人公防御力噛みすぎない？ちょっと。さあ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 。まあここら辺はスキップさせてもらって再戦しますよ。くそ。一気にやってった方がいいな。そう、難易度高え。そういう感じのゲームか。さあ再戦だ。3度目の正直いきましょう。まずはちょっと待っとこうか。はい、ここで攻撃して、で、オッケー。ここらへん、オッケー。まずい。パリダメかな。パリ狙いたいなとか思ってるんだけど狙えねえわ。聖母サボラよ、守りたまえ。聖母なのそれ。パリ狙う暇がないんだけど。危ねえ。もう倒すことを念頭に考え、くそ、追い込まれた。危ない。あと少しだ。よし、いけるぞ。オッケー。第二段階とかないよね。まだ序盤だしな。レベルアップした。ほう。レベルアップか。レベルアップしたらなんか覚えるのかな。アメリア姫、おけがは。大したことないわ。ありがとう。足が。あ、立った立った。聖職長の命を受けてきたのね。異端審問官かしら。はい、姫様。私は修道女のアンナ・フラン。同じく、彼女がシスター・セミアです。よく戦ってくれました。あなた方が今倒したのは普通の魔女とは異なります。彼女のようにこの王国に立てつく罪人たちはまだ他にもいます。儀式は着々と進んでいます。慎重に行動しなければなりません。私だけは助かっても事態は変わらない。やるべきことはまだまだあるわ。それではまず図書館に向かいましょう。あそこなら安全です。姫様、それはどちらに？少し進んだ先ですが、そう遠くはありません。近くまで来たら教えます。くれぐれも待ち伏せには気をつけて。魔女たちは私たちを探しています。修道女の遺体だってこれまでいくつも。承知しました。注意して進みます。さあ、回復の方向をもう使い切っちゃったんだけど、大丈夫かな？セーブポイントとかあればいいね。この先に図書館があるの。だいぶなんか死体がゴロゴロしてますね。陰鬱な雰囲気だ。歩みを記録する。あ、なるほど。そうか、セーブポイントまでたどり着ければ回復するのね。回復のお香とか。オッケー、魔女いますね。まあ、こいつらあたりならそこまで苦もなく倒せるのかな。なんだその山びこみたいなやつらしやがって。下はこれマップとかは、マップ。姫様と合流できた。姫の安全のために図書室に向かいましょう。はいはいはい。こいつ自爆してくる。自爆というかボムだな。
さあ、先に。なんだこれ。調べる。情報シャープ15を手に入れた。秘面の地下室。秘面って書いてた、今。これ崩せないかな。鍵がかかってる。鍵だらけだな、おい。進めないわ。これさ、ほんと、敵の攻撃があまりにも痛すぎて、うかうかしられないね。ちゃんとなんか敵のパターンを読んでいかないと、すぐにやられるパターン、すぐにやられるゲームだ、これ。死にゲーだ。難易度すげえな。やりごたえがあるかもしれない。こういうのをクリアしてこそ、ね。さあ、木箱を壊していく。なるほどね。爆弾は、あのボムは、途中で崩せば爆発はしないと。ただ、それが難しい。うわぁ、嘘でしょー。昇降機とかあるんだね。昇降機、動かせる。ここら辺もなぁ、死体がゴロゴロゴロ、転がっている。陰鬱だな。とりあえず下に降りてみたよ。昇降機から先に進めってことなんだろうけど、先にこっちを見てみたい。窓からなんか不届き者が。こっちか？花がある。なんだあれ。取れないな。あー、経験値の元みたいな感じかな。またここも鍵付きか。鍵多いな。通れないところばっかりだ。まさに死にゲーですね。ここ崩れるだろう。やっぱな、崩れたよ。危ねえ。メモを調べる。なんだ。この館の規則に基づき、私は自らの尊法と低層の誓いを破ったことを告白します。やったのか。二日前の夜、私は卑猥で衝動的な行いをしました。あの所業を食いたい。あんなに心地よいものでさえなければ、お許しください、聖なる母よ。ちょっと、なんかアダルティーな雰囲気も漂ってますね。ふんふん。何とは言わないぞ。何とは言わないぞ。そういう感じのゲームなのか。ここも崩れる。ここも崩れるか。立て直しておきなさいよ。銀のコインを手に入れた。収集要素かな。イベントが始まった。あ、ここを進行方向でよかったのか。図書室はこの先です。ついてきてください。はいはいはい。シスターセミアがしんがりを務めてますが。なんだね。ま、なんか、下から光が出てましたけど。なんとか無事につけました。修道会の審問官たちよ。こちらが秘密の図書室。有事の際に大きなものが避難する場所です。幸いこの場所は魔女たちに気づかれていません。身の安全のために私はここに残ります。はい。姫様、私たちは集団で大聖堂に向かっていたのですが、猛吹雪に遭い仲間と離れ離れになってしまったんです。お、ちょっと勝手に進んじゃった。あなた方二人以外ここで生き残っている修道女はいないわ。なんてことに。大聖堂の広間は神々に身を捧げた者たちの血で染まっています。敵を前に手も足も出ませんでした。あらゆる場所に闇がはびこっています。そんな、私の妹ポエム特徴的な名前をしてますね。ポエムさんか、きっとね暇があればポエム書いてるんだろうね。ポエムを探して食い止めなければなりません。
彼女が魔女たちの儀式を取り行い、私に呪いをかけました。小悪の根源、あなたの妹さんですか。ポエム。好きにさせておけば、さらに罪のない命が失われるでしょう。ポエムの処遇を止めないと。彼女はきっと城にいるはずです。姫様、お城にはどうやって行けばよいのでしょう。正門は魔術による壁で閉ざされています。これを破る手立ては少ないでしょう。しかし、先ほどの黒い服を着ていた女性、彼女はかつてシスターデブアーと呼ばれていた教会の配信者です。彼女を見つけるのです。正門の魔術について彼女なら何か知っているはず。配信者でも私たちに協力なんてするでしょうか。あなた方が口を割らされるのです。修道女であればどうすべきか知ってるでしょ。姫様、妹に屈して国民を見捨てることなど考えられません。配信者のシスターデブアを見つけて、どんな相手でもやり方次第で利用できます。結構腹黒いぞこの姫様。腹黒いというかね、現実を見据えていると言いますか。なんだこの人。話す。やっほー、ようこそ。私の名前はアリナ。この図書室は特別な場所にたくさんの場所とつながってるの。私が管理してるんだよ。それでお城に向かうの。あそこは危険だからね。魔女がそこら中にいるし。でもここまで来たなら私が売ってるものを見ていかない。そういう立ち位置だと思いましたよ。なんとなくひょっとしたら二人の役に立つものもあるかもね。買い物の、何売ってんだろう。ハスの子。敵を倒すごとに最大 HP の 2% 分、2% 分か、しょぼいな。でも買っておこう。足りない。銀のコイン1枚しか持ってないじゃないか。ほとんど金がないっつってもいいだろう。これは？戦闘技術基礎編1を読む。剣または十字架を用いて魔女にダメージを与えられる。近接攻撃もお香も空中で使用できる。お香や攻撃の種類によって効果は異なる。与えるダメージ量は自分と相手のステータスによって異なる。敵に攻撃が当たるとスタンダメージもたまる。相手のスタンゲージがいっぱいになると敵は一時的にスタン状態になる。敵の攻撃中またはスタン中に攻撃を当てるとより大きなダメージを与えられる。相手の体力の2倍を超えるダメージを与えた場合、2倍の経験値を獲得できる。へー、戦闘指南か。基礎編、上級編とあるが、はあ、これ全部読んでいくの骨が折れるな。ここはカットかな。とりあえず読もう。読み終わりました。はい、じゃあ先に進んでいきましょうかね。光を調べる。はい、元の場所に戻りますか。了解っす。さあ進んでいきましょう。はい、記録しました。聖ヒルドレス大聖堂、進んでいきましょう。ここもか。基本的になんかここの木とかはさ、持たないね、耐久力的なものが。おっしょ、ほいほい。あ、楽しい。ちょっと楽しい。なんだあれは。うーわー、そういう感じ。デビルみたいな。なんか基本的になんかちょっと赤ちゃんみたいなモンスター出てくるよね、ほんとね。何か手に入れたよ。銀のコインを手に入れた。あー、お金大事。お金は大事だと思う。白魔女さん。さあ、ここからまだ来てないところだな。魔術しよう。すごい折り方してない？セレナさん？どういう折り方してんの？ガガガガガガって降りてったよ、今。びっくりだわ。こちらには何が？器に触れる。
チャージアタックができるようになった。近接攻撃ボタンを長押してから離すと新しい特別攻撃を繰り出せる。おー、使わせてもらいましょう。ここ鍵があんのね。まあ、崩せないよな。そううまくはいきませんと。分かってますよ。鍵かかってんじゃん。ちょっと鍵どこにあんのよ。鍵がかかってる。鍵を探さないといけないのか。あー、なるほどね。これなんとなく分かったんですけど、回復のお香にも回数があって、ヘビースラストにも回数があるよね。この技も回数制みたい、このゲーム。なので、3回使ったその後は、ヘビースラストもね、使えなくなるみたいな、ちょっと厄介な感じだな。回数制限ありか。これもね、一応、セーブポイントまで行けば回復するみたいなんですけど、なかなかちょっとやりづらいものがあるね。何度でも使えればいいのに。というか、技だろ。技を消費するって、どういうこっちゃ。まあ、いいか。あとはもうこっちぐらいしか思いつかんぞ。ほい。ここの敵強いから嫌なんだよな。これか？情報シャープ21、情報ゲットしてもなぁ。いや、必要ではあるけど。情報ってどっから見れるんだろう。記録かな？情報。シスターセミア21歳。黒い服の修道女、歴史学者になるのが夢。好きなことは昼食後の一眠り。魔女の烙印を押された彼女の母は、異端審問官によって生きたまま火あぶりにされた。セミアは家族の罪を償うために、聖職に仕えるしかなかった。いやいややってんのかな。シスター・アンナ・フラン。18歳。セミアより年下なのか、アンナさんって。シスター・セミアの助手。若き司祭であり。司祭？え？司祭？って読むのかな、あれ。戦闘経験はない。そのためフランは魔女を封じる儀式を専門としている。聖職長は魔女を根絶するために村々を焼き尽くすことで知られている。フランの故郷オリミエルの東の小さな村もそうやって教会に消し去られた場所の一つ。あー、だいぶ過酷な人生歩んでんね。昔の人たちってそういう目にあってもね、なんか聖職者の中にもそういう人たちがいそうではあるけど、恨みとかなかったのかな、気になるな。アメリア・ソリエット24歳。聖ラメジア王国の年長の姫。年長っているか、失礼な。彼女の望みは魔女たちの儀式を止めて王国の秩序を取り戻すことである。この年王国は評議会を通じて二人の姫により統治されるはずだった。しかし彼女の妹であるポエム姫は王家と教会に背き魔女たちの仲間となる。妹の元から逃れようとしたアメリア姫は呪いを受けてしまった。呪いにかかった姫がむせみ泣くと、その髪から美しい枝や葉が伸びてくる。大丈夫？人間やめてない？姫様。アリナ。秘密の図書室の管理人。教会が所有するいくつかの古い文書には彼女に関する記述があり、様々な現実世界観の移動についての不可解な説明などとともに記されている。彼女と直接会った人はほとんどおらず、彼女の真の目的を知る人の数はさらに限られる。彼女自身は図書館の謎めいた雰囲気を気に入っているらしく、楽しんでいる様子だ。アリナさん、年齢不詳って書いてある。リセット。戦ったやつかな？うん。戦ったやつだよね、さっき。南の森の谷から生まれた魔女。リセットはオリミエルの町へ向かい、儀式を始めた人物を探していた。やがて、聖ヒルドレス大聖堂の近くでデブアーに会う。
二人は共にアメリア姫を見張ることになった。額の印は彼女の肌が以前黒く変化していたことを示している。これは魔女に転生したものによく現れる現象で、肌は黒くなった後別の色に落ち着く。他にもいろいろありますけど、聖職長だけちょっと気になるな、読んでおこうか。教会の正式組織、本部である白の教会はオラビーデにある。強い力を持つ組織で、人々から重んじられると同時に恐れられている。神々と直接対話できる権威として、ゲイカが聖職長を率いる。それとは別に、修道女による複数の修道会が組織を管理する。十二聖人修道会は、その中で最も大規模で影響力も強く、名高い存在だ。修道会は庶民に神々の掟を指導し、従う者には生活する上での大きな報酬を約束する。同時に教会の言葉に背く市民は迫害され、異端者として裁かれる。教会の異端審問部が執り行うこの裁判は、威圧的に調査対象者の運命を決める。多くの場合、被告人は有罪となり、火あぶりの刑に処される。まあね、賛同する者以外は全て切り捨てるっていうのならね、ちょっとね、まあ昔にはよくあったらしいですけど、その風潮はちょっといかがなものかと。歩み寄りって大事だよ。みんながみんなね、そういう人たちと同じ考えを持ってるとは限らないんだから。折り合いをつけて共存していくのが正解だと自分は信じたいところですね。しかし鍵がない、どうしよう。鍵がないんだよ。鍵をくれ、俺に鍵をくれ。鍵がなければ進めないじゃないか。あった、これか。大聖堂の鍵。ようやく見つけたわ。開けられるようになった。よかった。まさか下に落ちてるとはな。さあ、大聖堂の中を探索していこう。ヒルみたいなやつがいっぱいいるんですが、勘弁してほしいね。虫苦手なんだよ。なんだ？ちょっと待って、モンハン？モンハウみたいな感じかな？おー、ちょっと待って。現れるね。モンスターハウスみたいな感じかな？閉じ込められたんですけど、倒すまで？混合で来られると厄介だな。おりゃ！収まったか。よし、危ない。回復の棒がもうすでになくなってしまった。どうしよう。セーブポイントあればいいな。一回戻るか。でも、あー、ここに繋がってたのね。大聖堂の中もちょっと探索していこうか。ここかな。あ、ここっぽいな。よし、新しい部屋だ。ねえ、そこら中にけっ、なんだ、嘘でしょ。うわ、危ねえ、危ねえぞ。パターンをつかまないと。あ、ここ上に行けるようになってるんだ。嘘でしょ。これ反対側に行くの。やられるよな。ほう、どうやって倒そう、あいつ。
ちょっと戦い方を、戦い方がわからんと戦っていけないな、あいつは。さあどうする？こっちだったよな。ここからだ。よし、行ってみようか。もう一回。こっから？ほい。ほい。オッケー。これで反対側に行って。まずいな。ほい。相手がでかすぎてね、なんか通れないんだよね。連続でやればいけるかな。ほい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 、ダメじゃねえか、通れねえな。スラッシュ、スタンゲージをどんどん貯めていきたいが、もうおこう持ってない。これどうすればいいの？倒せるか？うそー。もう一回チャレンジ。菊の子、雷攻撃。菊の子を菊の子をまず初手で放ちまくる。よし。ほい。で、星の子で、あと回復の子にしておいて。ほい。あぶねえ。何をやってるんだ、俺は。ほい、くっそ。スラスト。やばいな。あ、いけるんじゃね、でもこれ。あー、あと少し、あと少し。いろいろ駆使して戦っていかないといけないな、これ。ほんとね。菊の子、よし。菊の子、そして星の子、攻撃してくる瞬間を狙って。まだ。ほいほいほい。この瞬間、足を振り上げた瞬間に、向こうに、足じゃねえや、手だね。ほい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 。くっそー、渡りねえ、渡りきれねえ。おりゃ。よし、いけるか？なんかいけそうな気がする。おし、いけた。よかったー。セーブしに戻ろう。したか。セーブポイント。あれ？図書室に移動できるとこが増えたな。この先か。しかし、もうここまでやってきたんだから、一回ね、ここら辺でちょっと切っても良さそうだな。よいしょ。ほい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 。その下気になるけど、新しいところだ。ようやく脱出できましたよ。
ああ、ここ、そういうこと。なるほどね。一番最初のところだわ。こっちに繋がってたのな。はい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 、了解です。よっしょよっしょよっしょ。はい、というわけで、外に出ました。あ、なんかイベント始まった。もう見ようか。何者？なんか騎士っぽい人。しつこい二人だ。軽やかな動きするじゃん。重装備っぽいような気がしたけど。魔女め。観念なさい。あ、魔女か。魔女なら鎧とかそういうのは着てないな。身軽だろ、きっと。私にも修道女としての名前があるのだが、どうかな、シスター。あなたはその名にふさわしくありません。観念なさいと言ったでしょう。ふさわしいかどうかの基準は、教会が決めるというのだな、お前たちは。その信仰が、この地を長きにわたって蝕んできた。お前たちの容赦ない残虐な行為には吐き気がする。聖人たちは我々を導いてくださる。その意志のままに私たちは行動するの。一度自分自身の心に従ってみるんだな。この世界にお前たちの教会の居場所はない。そして教会を崇める者もいなくて当然だ。あんな腐った信仰など消えてなくなればいい。ボス戦？まさかの。嘘だろ。ほい。うわ、マジで。マジで言うてんの。体育の子、菊の子使おう。ほい。まずいね。そう。はいはい、死にゲー、死にゲー、死にゲーでございます。このゲームは死にゲー。菊の子で、星の子。あれ、菊の子聞いたか今。おりゃ。ほい。パリーとか多分有効なんだろうけどね。ここのね、ちょうどこのぐらいの位置からローリングしまくると敵に当たらずにいけるわ。微妙な発見ですがね。リトライするのにちょうどいいかな。星の子、よし、行くぞ。接近して、なるべく接近して戦う。菊のお守り。よし。ほい。後ろに回る。くそ。くそ。その連続攻撃も鬱陶しいな。さあ、もう何度目の正直かわからん。行くぞ。切り上げの攻撃力半端ねえ。あれには気をつけないと。
おっと、私の前から消えろ。え、どうした？あ、なんか嫌な予感がする。この行いをお前は信仰と呼ぶのか？殺してよかったのか？分かったけど、これエンディング変わったりとかすんのかな？シスターデブはなぜこの道を選んだのでしょう？殺してよかったの？今の。わからんな。あ、え？戻ったら誰かいたぞ。誰だ？すっごい剣さばきだね。知らない顔ね。近づかないで。何者なの？ただの旅人だよ。お城に行こうと思っていて。君たちは？怪しい。私たちもお城に行くところ。友達か。怪しい。怪しい。僕が？僕は熱心な信徒っていうわけじゃないんだけど、助けになりたくって。僕の話を聞いてくれる？お城の周りに壁ができていて、入り口を塞いでいるんだ。魔女しかそこは通れない。でも実は通りで人が話してるのを聞いたんだけど、王家の庭園と城の中の個室をつなぐ隠し通路があるらしい。この人ね、なんか旅行気分でこの前に立ってるらしいけど、こんな死体がゴロゴロした場所で、そこら中に修道女の死体があるんだけど、こいつ、まともな人間じゃねえよな、絶対な。庭園に入るための扉は、僕はなんとか開けた。この大聖堂の昇降機の近くにある。だからさ、隠し通路を3人で一緒に確かめに行こうよ。シスターセミア、どうしましょう。大勢で行動した方が好都合かもしれません。なぜこいつを自然に受け入れているんだ。おかしいでしょうが。怪しすぎる。わかりました。店員で会いましょう。やった。よし。じゃあ自己紹介がまだだったよね。僕はピン。君たちの名前は？セミアとアンナ・フランよ。それは教えたくない。いやいや。名前どうなんだろうな。まあいいや、教えとこう。へえ、とても変わった名前だ。そうか？仲間にしてもらえて嬉しいよ。それじゃ、途中で二人を待ってるね。これなんかエンディングとかいろいろ分岐しそうではあるね。どうしようかな。というか、さあ、ほんと、シスターデブアーだっけ？あの人デブアーだったのかな？殺してよかったんだろうか。あの時やばそうとか、なんかやばいの放ってきそうだからさ、思わずラッシュをかけて殺しちゃったけど、というかさ、明らかに主人公側が悪だよね、これね。悪というか、まあ行き過ぎた信仰心ゆえにっていうところですね。王女様寝とる。ポエム。かわいいな。起きてるの？王女様？うわぁ、ごめんなさい。気づかないうちに眠ってしまっていたわ。はん。デブアーは死んだ。わかりました。それならば、城に入る別の方法を見つけねばなりません。あなたの話した男性は利用できるはずです。魔女たちに儀式の完成を許すなどあってはならない。情けなどかけず、火炙りにするのです。私はここであなた方が戻るのを待ちます。気をつけて。殺しちゃまずかったんじゃない？デブアさん。ちょっと。どうしよう、やり直すか。いや、でもここまでね、ここまでかかるのにおよそ2時間ぐらいかかってるんだよね。こっからやり直すのも非常になんかめんどくさいな。いっそのことこのままちょっと進んでみるか。そうだね、行くしかないね。まあ、どの道、あのままね、待っていたとしても交渉というか説得にはね、決裂していたかもしれないしね。うん。ポジティブに考えよう。ということで、とりあえず第1回目多分結構長く
もうね、現時点で2時間くらいほんと経ってるんですよ。2時間、まあ正確に言えば1時間50分ですけれども、もう10分なら誤差の範囲だよねっていうところで、とりあえずね、今回、お、ここを開けると。はいはいはい。とりあえずね、今回はここで終了したいと思います。でね、ミノリア第1回目、まあ、ちょっとね、ダークソウルばりの難易度の高さなので、まあ、クリアできたら上げていくみたいな感じで、だいたいなんかこのセリフ言ってるよね。まあ、またね、多分次回も上げるかなとは思うので、ぜひね、見ていただけましたら幸いです。では